してる？昔はこの街も賑やかだったのに、すっかりオフィス街に変わっちゃったね。今じゃこのお店と一緒、ガラーンとしちゃってるもんね。店長、このお店大丈夫なの？潰れちゃうなんてことは。何かこの店が活気づくためのアイディアを考えるから。そうですね、商品を充実させるとか方法はあるはずです。そうだね、何か売れそうな商品がないか私見てくるよ。魔境ですか。整理整頓はきっちりするべきだぞ。なんか面白そうなアニメ映画を見つけたよ。スチームコレクターミンク、往年の名作アニメのようだな。え？こんな作品私知りませんよ。私も日本のアニメを見たことは何度もあるが、この作品は知らないな。この作品を見た思い出はないよ。本当？私全然思い出せないよ。そう言われても思い出そうとしても無駄ぴょん。みんなの心の中から思い出が消えているぴょん。そうだぴょん、作品を見たという思い出が世界中のみんなの中から消えたから
だぴょん。思い出が消える。あれ、あなた誰ですか？僕の名前はねじれうさぎ。皆さんご存知の通り、この店の看板マスコットだぴょん。ふーん、そうなんだ。いや、ちょっと待て。なんでうさぎのぬいぐるみが空中に浮かんでいて喋っているのだ？昔プチブームにもなったことがあるウサギ小屋本舗のマスコットねじれウサギ、通称ねじウサ。そのことを説明するよりも先に、まずはみんなに今この世界で何が起こっているかを体感してもらうぴょん。成功ぴょん。
ジナイスワン。じゃあ今言った世界も作品の世界の中って
その作品世界に取り付いて、みんなの心の中から思い出を消す存在がいるぴょん。見た記憶はあるのに内容を思い出せないアニメ、クリアしたはずなのに内容を思い出せないゲーム、そんな作品に出会った経験はないぴょん。確かに経験あります。その現象はウイルスによって引き起こされているものなんだぴょん。さっきみんなが戦ったやつだぴょん。この世界に存在するありとあらゆる漫画、アニメ、ゲーム、その他もろもろ、ほとんどの作品にウイルスはいるんだぴょん。それってつまり、そう、ウイルスによってみんなの心の中からありとあらゆる作品の思い出が消されているぴょん。このままでは秋葉原が、いや世界が大ピンチなんだぴょん。よく来たな店長。今日のログインボーナスだ。